最後、おばあちゃんの編み物会社設立に向けた新商品開発プロジェクトでクラウドファンディングに挑戦する NPO 法人5つのパン理事、岩永俊明さん、よろしくお願いします。はい、こんばんは、岩永と申します。5つのパンっていう NPO なんですけども、パン屋さんではありません。聖書から取らさせていただきました。最初は2002年にはですね、精神障害者のヘルパー事業をスタートして、2009年に、福祉制度の中でマロおばさんの部屋という、精神障害者の地域活動支援センターを立ち上げました。コミュニティカフェを作ったことを通してですね、地域との交流が増えて、精神障害者に対するこう地域理解というのが増えたかなというふうに思っています。特に子育て中の主婦が非常に多く来てくださって、なぜかというと絵本とカフェをテーマにした場所だったからなんですけども、こういう方々との交流が増やされています。で、こういう一連の中でですね、私自身のことを話しますと、私自身はクリスチャンの教会に行ってまして、赤ちゃん教会には結構赤ちゃんから高齢者まで本当に集っておりまして、いろいろ状況があります。でこういったことも含めてですね、これらの状況なんかも含めて、ヒントにしたことがあり、ヒントにしてですね、命の木というものを作り上げました。で、高齢者から次の世代の方々にですね、技術や、生き方の継承ということが必要なんじゃないかということを考えてきました。そういう中でですね、東日本大震災があって、近隣に14階建ての高専地があるんですが、そこに引きこもりがちな高齢者の方が結構いるということが地域課題として分かってきましてですね、この方々はやはり子育て中の主婦が多いと思ってた場所なんですけども、本当にこういう地域の方々がいらっしゃるということが分かってですね、横浜市セーフティーネットモデル事業に応募しまして、こういう高齢者から次の世代、障害を持った人にと引きこもりも含めてですね、技術継承をしていくような場所を作りたいということで命の木を作りました。ただこの予算がですね、5ヶ月の予算だったということで、6ヶ月目からはもう自主運営になるということが分かっていましたので、当初からですね、高齢者のセクションで若者のセクション、障害者それぞれの、福祉予算によってですね、どうにか運営を成り立たせていくことができないかということを考えました。で、私たちが話しているのは、おじいちゃんからおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんからですね、孫たちにつなげていくようなことを考えていたわけですけども、そんな予算はもうどこにもないということでですね、で私たちは実施運営をしていく中で、近隣の高校生がつけてくださった名前、ミシンの音のするカフェということでですね、命の木を立ち上げまして、ミシンのワークショップで、職人と福祉 NPO とのコラボによる本作り学校をなどをスタートしました。でその中で編み物サークルというものがですね、自然発生的に、生まれてきました。で、当初こういう高齢の方々をですね、行政の方の言葉で言うと呼び寄せ高齢者というふうに言っておられました。で、どういうことかというと、地域、夫婦たちがこの高国ユーターにですね、移り住んで、地方に残してきた親がどちらからか欠けた時にですね、両方で来る場合もありますけども、幸福ニューターにやってくると、でそういう方々を呼び寄せ高齢者というふうに言っています。特にこの呼び寄せ高齢者の中に、やはり一人暮らしで孤独な方が多いということで、そういった孤独の中で認知症になっていくケースが非常に多いんだということが、行政の方から地域支援振興課さんの中と話をする中でですね、明らかになってきたことがありました。で私たちがこの命の木をスタートした時にですね、あったことをちょっと物語を話してみたいと思いますが、高級な老人ホーム、多分4000万とか5000万ぐらい払って入ったように聞いていましたが、そこを脱出
脱出してきましたというような2人の高齢者の方がいらっしゃいました。よく聞いてみると、まあ、ルールばかりで、人として接してくれなかったということを嘆いておられて、現在は中町台の近隣の賃貸住宅で暮らされています。で、 M さんという高齢者が来てくださいました。で、この方はの言葉の中でですね、元気でいるからいいわけではないと、で、老いていく中で孤独な夜は耐えることができないんだと、まあ、私の親もそうですけども、まだ元気です。で、ただ本当に老いていく中で孤独な夜は耐えられないんだと言ったことを聞いたことが非常に印象に残りました。ただこの方は別に認知症というわけではなくて本当に元気なんですね。でもこのままほっとけば認知症になっていくっていう可能性が非常に高いという方です。で、あと一人の高齢者の方がですね、編みかけのものがあって、どうしてもそれを完成させたいという言葉がありました。で、私たちはここのこの一人のこの方のためにですね、完成を手伝う形で編み物サークルというのが自然発生的にスタートしていきました。で、この編み物サークルになる中の高齢者の方々の大体の平均、まあ、平均年齢75歳ぐらいだと思うんですけども、まあ、ご主人を亡くした悲しみをまず共有されていました。で、息子の悪口、私も含めてですけども話し合いながら、楽しく編み物をされる姿がそこにありました。まあ、当初は本当に自分たちの趣味の範囲でですね、普通のサークルとして小物やセーターを編んではですね、売れたとか売れないとかですね、喜びを、共有したりですね、落胆とか不満とかですね、そういうことも話がありました。まあ、そういう一連の中でですね、私たちの活動を、まあ、ネットで見てくださってですね、JJ のライターの方がからメールがありました。で、 JJ のライターの方がブランドを立ち上げるということで、それに協力してくださいということでした。まあ、で、クラッチバッグ、若い人たちが今人気だとは思うんですけども、クラッチバッグを作るということですね、このブランドを立ち上げることに協力させていきました。で、このクラッチバッグを作るにあたってですね、仕様の取り決めとか水の完成とか品質の一致などですね、本当にこれまで趣味としてやっていた世界からいきなりこの商売の世界へとこうステップアップしました。で、ここにもね、やはり大きないろんなところでのトラブルというのがあったんですが、そういうのを全部おばあちゃんたちは乗り越えてですね、今現在ブランドが立ち上がって、この、JJ の、ライターさんのオリジナルサイトですが、ビヨンドザリーフというサイトですけども、発売と同時にですね、30分で売り切れるということになっているということを聞きました。で、おばあちゃんたちはさらに、これに熱くなりましてですね、これらの一連のことを通してですね、本当にJJ のライターさんやつなので、非常に面白い系統とかですね、編み方も含めて、このおばあちゃんたちは日夜の技術をアップしてきてですね、今ほとんど技術的には均一になってきたかなと思っています。ただ本当にこの高齢者の中にはケアマネさんから紹介された、認知症の方とかですね、その娘さんがいたりとかですね、そういったこともあります。本当に若い人たち、若い時に身につけたものはもう一生忘れないということも背後にあってですね、今実力がかなりアップしました。で、ちょっとこれは特筆すべきかなと思ってるんですけども、この高齢者の中にですね、生きづらさを抱えた女性、若い女性が加わりました。で、まあ、福祉施設にはなかなか馴染まないという女性でした。で、やはりその福祉施設での職員と利用者という関係の中ではなかなか自分の場所を見出すことができない中ですけども、おばあちゃんから技術を教わってですね、それを品質をクリアしてですね、2週間3週間ぐらい前ですか、納品することができました。まあ、本当に、こういうような形でですね、
おばあちゃんたちだけではなくて、本当にこの若い人たち、生きづらさを抱えているこの若い人たちにとってもですね、この有効な空間になっているということを今思っています。でこれらの一連のことを通してですね、本当におばあちゃんたちが今オリジナルブランドを立ち上げたいという思いが、生まれてきています。本当に平均定齢75なんですけども、オリジナルブランドを立ち上げたいと。で、特にあの糸とかですね、ニットデザイナー、まあ、糸に関してはやはりあのいいクオリティの糸ですね、毛糸で。なんでニットデザイナーかというと、やっぱりおばあちゃんたちが作るものはセンスが悪くてですね、どうしてもやはり売れないんですね。でうちの母とよく喧嘩するんですけども、こんなのも作ったって売れないっていうのも、1年半年近くもずっと飾ってあってですね、ちょっと見るに忍びないという状況もあります。で、まあ、ただ本当にあの技術力は確かなものが今あの揃ってきていますので、この技術力を生かさないといけないなというふうに思っています。でおばあちゃんたちの話の中で、戦中戦後のこの混乱の中でですね、本当に私たちは青春がなかったんだと。でもう一回青春を謳歌したいというようなことを今言っています。で、あの本当に私が今思うことはですね、あの高齢になって福祉制度とかその施設とかですね、そういった決められたパターンの中ではなくてですね、もう一つ本当におばあちゃんたちが自分たちの生き方で老後を選択できるということにチャレンジしたいというふうに思っています。で本当に私もそんなに長く高齢になるのには時間かかんないと思うんですけども、いやそんなことはないと思いますが、まあ本当にあの早く高齢になることが楽しみな世界といいますかですね、で高齢者がやっぱり喜んでいれば若い人たちが当然喜ぶのは当然でですね、本当にこういうような方々がですね、弱い人々が本当に喜んで生きる社会を作るってことが豊かな社会の本当だというふうに思っています。で一連のこの流れを通して、まあ、今私たちはそのブランドを立ち上げて、おばあちゃんたちのニットウェブを作って、ニットの会社を作っていきたいという思いがありますけども、まあ、あのこの丸おばさんの部屋は福祉制度で運営しています。しかし、今命の木っていうのは全く福祉とは関係ない中で自主的に運営しています。そこに来ている人たちはほとんど福祉には関わらない人たち、福祉、には関われなくて、さらにリスクのある人たちですね。で少子高齢化の中で福祉の予算がもうこれ以上伸び悩む中で、福祉のニーズは本当に大きく拡大しているというふうに思っています。この人たちのニーズリスクも含めてですね、いかにこの人たちを、支えていくかということを、技術的な面でもデザイン的な面でも経済的な面でも支えていきながら、でこのコミュニティ経済がさらに活性化していっていくっていう可能性がですね、あの大きな可能性としてあるかなというふうに思っています。で私たちはこの一連の流れを通してですね、命の木はこれだけではなくて、職人と NPO の福祉、私たちが一緒になった、本作りの学校というものもあってですね、その学校の中では一般の人たちに混じってニートの人たちがそこで学ぶ、ニートのとか引きこもりを経験した人たちがそこで学んでいます。で実際にどういうことが起きているかというと、やはりその福祉施設では味わえない、福祉施設では見せることができなかった顔がそこに現れているということもありますし、本当にそういう方々が一般の人たちと交流することを通して、本当に技術を身につけ、また生きづらさということを理解し合うことを通してですね、本当に今生き生きとして自分たちのこの生きづらさということを表に出している姿もあります。でこれからどういう形で、まあ、進んでいくかといったところは、本当に皆様からの協力がなくてはならないというふうに思っています。特にですね、予算も何にもない中で、やっていてですね、おばあちゃんたちはコーヒーの一杯を飲みながらですね、
私たちを支援していただいているような状況があります。ぜひこので今回クラウドファンディングということだったので、本当はですね、恒久的に私たちのこの制度の外にある人たちを支えていく仕組みというのは今日本が作らなくてはいけないと思うんですが、恒久的にそこにお金が流れていくような仕組みを作る必要があるとは思うんですが、クラウドファンディングという短期的なものなので、やはりそういう会社を作って事業として経済的にも回していきながら、さらにこのことがですね、大きな流れになっていけたらいいなと、多くの人たちのまた支え、年金プラスアルファも含めてですね、なっていければいいなというふうに願っています。以上です。どうもありがとうございました。